達成感をなんかすごい心の底から感じたのはこの作品がすごく結構初めてというか印象的だったので、そういう部分は演技としてもすごく成長させていただいたなというふうに思ってます。はい、それでは皆さん改めてもう一度大きな拍手をお願いします。本日は皆さんお越しいただき本当にありがとうございます。このような状況下ではありますが、このようにスクリーンにもう一回ディスクーションガールが入ってくるということでとても嬉しく思います。本日は楽しんでいてください。よろしくお願いします。初主演、ドラマ初主演。そうでした。これ初主演、これが初で。そうですか。そうです。そうですか。そうなんです。随分堂々とした。いや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 。いやいや、もうなんか主役感ありましたよ。いや本当にね、それは本当に皆さんのおかげなんですけど、いやでもこのクランクインする前にみんなで楽器をね練習するので、そこで結構コミュニケーションとか深まった部分があったので、本当にそのおかげもあって無事なんか落ち着いた感じでクランクインできたのかなっていうふうに思ってます。歌声をあんまり普段は。いや私本当にカラオケに行かなくて、めずいね。めずいタイプだね。めずいタイプかな。そう、めずいタイプ。カラオケあんま行かないタイプ。人前歌うこと自体がそんなにないんだ。そうなんですよ。なんか自分の歌声を誰かに聞かすってことは本当になくて、結構悩んだっていうかもう本当にいやどうしようどうしようっていう感じいっぱいだったんですけど、そこも結構ボイトレを何度もさせていただいて。頑張りましたね。高校生の時に一番青春を感じたのはいつですか。はい、うわ、やだね、私たちつい最近なのにね。卒業したのね。もうおめでとうね。いやもう高校生の時とか言われちゃうんだと思うとちょっと悲しい感じもしますけど、いやでも私は普通の学校にやっぱ通っていたので、みんなで一緒にお弁当をね、お昼ご飯囲んで食べてる時とかは、うわなんかお弁当って高校生までだしすごい青春だなっていう感じはね、やっぱ一番してましたけどね。本当にこの撮影の前まではまだ私も演技の経験値とか爆発が全くなかったので、この撮影初めてそういうまあ4日間ぐらいでしたけど、そういうみんなでずっと一緒に日を過ごすっていう日々を過ごしたので、まあ、そういうところでも新しい経験でもありましたし、まあ、撮影終わってから本当に達成感をなんかすごい心の底から感じたのはこの作品がすごく結構初めてというか印象的だったので、そういう部分は演技としてもすごく成長させていただいたなというふうに思ってます。そもそも私はこのお芝居をするまでは結構演技が楽しいというよりかは演技に対する不安とか緊張感の方が大きかったの でこの作品を通じて本当に演技って楽しいなって、カメラの前に立つことって本当に楽しいんだなってすごく心の底から思えたので、まあ、これをきっかけにすごく演技が楽しいという方向には動いたし、なんか本当にいろんな作品を経験したいなという気持ちになりました。リコさん、その最後のフェスのシーンで、はい、その冒頭で涙流したんですけど、はい、あれは自然の演技だったのか、はい、それとも狙ったのか。いや、私狙って何かをすることはできないので、はい、あれは本当に自然の涙だったんですけど、やっぱりこのドラマはその演奏という部分があって、でやっぱみんなバンドメンバーでどんどん集まっていくっていう、やっぱそれが一番大きな鍵だったので、でやっぱみんなとは本当にさっきありましたけど映像でみんなとそのクランクインの前にずっと一緒に練習してきたりとか、そういうところからいろいろ団結力が深まっていった部分あったので、そういうことを思い出したりとか、やっぱ4日間撮影が結構ハードでみんな本当になんか頑張ってたなとかいろいろなことを思い返して、やっぱ曲にも思い入れは私もそれなりに入れさせていただいたので、そういうことを全部含めたら自然と涙が出てきましたね。